皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は水の電気分解の問題です。図のような装置で水を電気分解する実験をしました。これがこの装置です。この容器の中に水が入っていて、こちら側にプラスの電極、こちら側にマイナスの電極があって、その上で気体を集めるようにできています。1、水のように2種類以上の原子からできている物質を何と言いますか。2、電気分解するとき水に薄い水酸化ナトリウムを加えるのはなぜでしょう。3、この実験でプラス側とマイナス側に発生した気体はそれぞれ何ですか。4、この実験の変化を化学反応式で表しましょう。これらになっています。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番のこの2種類以上の原子からできている物質、これを化合物、このように言います。それから電気分解するとき水に薄い水酸化ナトリウムを加えた理由、これは水に電流が流れやすくするためです。水に電流が流れないと電気分解できないんですよね。純粋な水というのは実は電気を通さないんですね。そのために水酸化ナトリウムを加えて電流が流れやすく、このようにします。3番、この実験でプラス側とマイナス側に発生した気体はそれぞれ何ですかと。プラス側には酸素、マイナス側には水素が発生します。気体の量も覚えておいてください。酸素は1に対して水素は2の割合で発生します。4番、この実験の変化を化学反応式で表しましょう。これは基本中の基本なのですぐ、ね、答えが出てくるように練習をしておいてください。 2H2 を矢印、 2H2 プラス O2、 これが化学反応式です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。